9月23日、リビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの副牧師、倉知恵です。今日も皆様と共に、御言葉を味わってまいりたいと、そう思っております。ある進学校の試験にまつわるジョークです。進学生がテストの答案がなかなか書けなくて困り果てて、最後に、マタイ5章7節と書いて提出しました。憐れみ深い人は幸いですという御言葉で憐れみを求めますと、数日後答案が返ってまいりました。教授はマタイ5章4節と書いていました。悲しんでいる人は幸いであるという、教授が面白い答えを書いてきたというお話であります。どのぐらいの点数で悲しかったか分かりませんが、私たちの人生にはさまざまな悲しみがありますが、今日お話ししたい悲しみには特別な意味があります。今日はエゼキエル書9章1節から11節を通して、共同体の罪を嘆く人が清い子ですと題してお話をさせていただきます。エゼキエル書9章1節から11節。この方は私の耳に大声で叫んで仰せられた。この町を罰する者たちよ。おのおの破壊する武器を手に持って近づいて来い。見ると6人の男がおのおの打ち壊す武器を手に持って北に面する神の門を通ってやってきた。もう一人の人が天布の衣を置き、腰には初期の筆入れをつけて彼らの中にいた。彼らは入ってきて聖堂の祭壇のそばに立った。その時ケルブの上にあったイスラエルの神の栄光がケルブから立ち上り神殿の敷居へ向かった。それから腰に初期の筆入れをつけ天布の衣を着ている者を呼び寄せて、主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き、悲しんでいる人々の額に印をつけよ。また、私が聞いていると、他の者たちにこう仰せられた。彼の後について町の中を行き巡って、打ち殺せ。惜しんではならない、憐れんではならない。年寄りも若い男も若い女も子供も女たちも殺して滅ぼせ。しかしあの印のついた者には誰にも近づいてはならない。まず私の聖所から始めよう。そこで彼らは神殿の前にいた老人たちから始めた。ついで主は彼らに仰せられた。宮を汚し死体で庭を満たせ、さあ行け。彼らは出て行って町の中で打ち殺した。彼らが打ち殺している時、私は残っていてひれ伏し叫んでいった。ああ神主よ、あなたはエルサレムの上にあなたの憤りを注ぎ出して、イスラエルの残りの者たちをことごとく滅ぼされるのでしょうか。すると主は私に仰せられた。イスラエルとユダの家の咎は非常に大きく、この国は虐殺の地で満ち、町も罪悪で満ちている。それは彼らが、主はこの国を見捨てられた、主は見ておられないと言ったからだ。だから私も惜しまず憐れまない。私は彼らの頭上に彼らの行いを返す。ちょうどその時、腰に筆入れをつけ天布の衣を着ているその人が報告してこう言った。あなたが私に命じた通りに私は行いました。
エゼキエル書を順番に学んでおりますが、難しいな、どう理解したらいいのだろうと思われる方もいらっしゃるとそう思います。そんな時にこのリビングライフの本そのものが大きな力になります。要約というところを見てみますと、こうあります。6人の男が武器を手にしてやってきます。今日のストーリーです。神は天布の衣を着て、腰に初期の筆入れをつけた者に、エルサレムのために嘆き悲しむ人々の額に印をつけるように命じます。そして先の6人の男に命じ、印のついていないものを撃ち殺すと、そういう内容が今日のストーリーでありますが、まあちょっと想像しただけでも恐ろしい、こんな光景を見たエゼキエルも驚いたことでありましょう。決め手は4節です。主は彼にこう仰せられた。町の中、エルサレムの中を行き巡り、この町で行われているすべての忌み嫌うべきことのために嘆き悲しんでいる人々の額に印をつけよ。正しい嘆きというか、正しい悲しみがある。この印をつけられた人は助けられました。忌み嫌うべきことというのは、神殿の中でその当時偶像礼拝がなされていた。いつの時代にも油断をしますと、人の心の中には罪の誘惑というのが入り込みます。神様の形、イマゴデイ、神様のイメージに作られた私たちが、今度は自分勝手に神様を掘り刻んでしまうというのが偶像礼拝であります。バベルの塔のように神のようになろうとする罪の本質。ヨハネの第一の手紙の5章21節にこんな御言葉があります。子たちを気をつけて偶像を避けなさい。新改訳は警戒しなさい。愛の手紙と呼ばれるヨハネの手紙の最後の最後が偶像を避けなさいというのは、ちょっと妙な感じがするわけでありますが、主に愛されているものとしてアガペの愛、神様の愛を失ってしまうと、私たちは自己中心的な愛になってしまう、そういう偶像礼拝に陥ってしまうということを警告したかったのでありましょう。私たちは襟を正して清い生活をする必要があります。でも希望があります。神様はいつの時代にも残りのものを用意しておられて、あのエリアの時代にはバールに膝をかがめなかった7000人がいたとありますが、偶像礼拝を嫌い、そのために嘆き悲しむ人を残しておられる。そして救われたクリスチャンには聖霊様の印がついておりまして、これは間違っている、これは神様からのものではないんだと、そのように気づかせてくださるのでありましょう。私の教会の友人の一人、信徒の方でありますが、同世代のクリスチャン社会人の方がいらっしゃいます。化粧品の関連の仕事をしておられる方でありますけれど、学生時代に心理学、統計学を学んで、そのスキルを生かして今お仕事をしておられます。職場にはどうしても会わない人がいると、そんなお話をしてくれました。一度話すと、なかなか話が終わらない人、先輩を立てない人、自己主張が強すぎる人、いろんな人がいますよね。自分がクリスチャンでも会わない人は会わない、だからそういう人には近づきたくないし、話もしたくないと思ってしまう。でも職場ではそうもいかないので、ストレスが溜まってしまうそうですが、そんな時彼は神様に、私は〇〇さんの許しますと、不完全な私を許してくださいとお祈りするそうです。名前を挙げてお祈りすると、マタイの6章14節にあるように、もしもあなた方が人の過ちを許すならば、天の父もあなた方を許してくださるであろう。彼の心にも平安が与えられて、許すということを通して相手の方から謝ってくるなんていうこともあったそうです。私のお使いする大和カルバリーチャペルには、水曜日の夜と
また木曜日の朝に祈祷会がありますが、もう一つ金曜日の夜遅く準備祈祷会というのがあります。祈祷会の中でも一番熱心な、膝をかがめてお祈りする、主を慕い求める祈り会でありますが、先ほどの友人の、この信徒の方が毎週この金曜日の夜教会のこの祈祷会にいらっしゃいます。ほとんど毎日、まあ、深夜まで働いておられると聞いていますから、金曜日の夜はヘトヘトであると思いますが、金曜日の夜9時からの集会にやってきて膝をかがめてお祈りをしておられる姿に感動を覚えます。以前は職場の近くに住んでいましたが、最近大和市に教会の近くに引っ越してまいりました。私が住居を選んだその価値観は教会ですと、とにかく教会の近くに来たいと思われたということであります。毎週金曜日教会の入り口に来ますと、私は1週間お疲れ様でした、お帰りなさいと、そう彼を迎えることにしています。彼は教会に来ると、仕事でピリピリしたそのモードが柔らかくされて、平安をいただいて、こここそ帰ってくる場所なんだと、そのようにお話をしてくれました。主の家を愛する人、忙しい生活の中でも QT 静まって祈る時間を大切にする人を主は心にかけてくださいます。主の目はあまねく全地を行き巡り、己に向かって心を全うする者に力を表してくださると聖書は伝えます。私たちの神様の目に私たちはどんな印がついているでありましょうか。エジプトにいたイスラエルの民は出エジプトの際、家の鴨居に子羊の血を塗りました。その血の塗ってある家は死の使いがパスオーバー、過ぎ越していって助かったとあります。私たちは十字架で全ての罪、偶像礼拝を背負って死んでくださったイエス様の血潮がつけられています。ですから死の使いやエゼキエル書に出てくるような武器を持った存在を恐れることなく、どんな裁きからも解放されて生きることができる主の血潮に感謝を捧げたいと思います。今日のテーマは、忌み嫌うべきことのために嘆き悲しむということであります。積極的に考えてみますならば、主に喜ばれることが何であるのかをわきまえ知る、これはエペソ人への手紙の5章10節でありますが、そう捉えることもできます。主の悲しまれることを私たちも悲しむ、聖霊様を悲しませないと同時に、主の喜びを喜びとする、今日も主の御前にひざまずいて、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝する。これがキリストイエスにあって、神様が私たちに望んでおられることであるという世界をわきまえて、主を求めて歩んでまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。愛するイエス様、今日も一人一人にイエス様の愛の印がつけられていることを感謝します。十字架の血潮で現れて、聖霊様の証印、印も授けられている私たちが、主に喜ばれ、主を喜ぶ恵みにあふれた一日を過ごすことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。